らは終わりました。メテオが落ちてくるまであとは7日ってじっちゃんが言ってた。なあレッドサーティン、コスモキャニオンの人たちに会いたいか？うん、マリーに会いたいだろ。んなこと聞くなよ。俺たちがセフィロスを倒して、そしてホーリーを解き放たないと7日後にはこの星そのものが死んでしまう。俺たちがセフィロスを倒せない、それは俺たちが死ぬということだ。メテオが死んでしまう人たちより何日か先にだ。戦う前から負けることを考えるんじゃねえ。違う。俺はなんていうか、みんなが何のために戦っているのか、それを分かってほしいんだ。星を救う、星の未来のため、確かにその通りなんだと思う。でも本当はどうなんだろう。俺にとってこれは個人的な戦いなんだ。セフィロスを倒す、過去との完全な決別、それが星を救うことにつながっているんだ。俺考えたんだ。やっぱり俺たちは自分のために戦っているんだ。自分と自分が大切にしている誰か何か、そのために戦う、そのために星を救う戦いを続けているんだ。確かに星を救うってのはなんとなくかっこいいよね。でも俺にできたのは、じゃねえあのマコール爆破だ。今となっちゃあんなやり方はいけなかったってことはよくわかる。仲間たちの関係のない大勢の人間を不幸にしまった。最初は信頼の復讐だった。俺のふるさとを奪ったよ。あれ奪った合ってるでも今はそうだぞ、俺はマリンのために戦っているんだ。マリンのために、マリンの未来のために。そうか、俺はマリンのために星を救う戦いをしているのか。会いに行けよ、その気持ち確かめてこいよ。みんなも一度船を降りて、そして自分の戦う理由、それを確かめてほしいんだ。そうしたら帰ってきてほしい。誰も戻ってこないかもしれねえぜ。メテオでどうせ死んじまう、無駄なあがきはやめようって。俺は自分が戦う理由を知っている。紛れもなく星を救うために戦う。でもその中に個人的な、とても個人的な俺の思いがある。みんなはどうだ。俺はみんなもそういうのを見つけてほしいんだ。見つからなかったら仕方がない。理由なしで戦えないだろ。だから帰ってこなくても仕方がないよ。お、寂しい。ティファはどうする？忘れちゃったの？私一人なんだもん。どこにも行くところがないんだもん。ヘイム焼けてお母さんたち死んでるんだよな、ここ二人はな。みんな行っちゃったね。ああ、俺たちには帰るところも待ってくれてる人もいないからな。そうだね。でもきっとみんな戻ってきてくれるよね。さあどうかな。みんなそれぞれかけがえのない大切なものを抱えてるし、それに今度ばっかりは相手が相手だ。
それでも私平気だよ。たとえ誰も戻ってこなくても、クラウドと一緒なら、クラウドがそばにいてくれるなら、怖くても負けないよ私。私たちこれまではずっと遠く離れ離れだったのね。たとえどんな近くにいても。でもライフストリームの中でたくさん悲しい叫びに囲まれた時、クラウドの声が聞こえたような気がしたんだ。クラウドは知らないって言うかもしれないけど、でも胸のずっと奥の方で、あなたの声が私の名を呼んでる、そんな気がしたんだ。ああ、あの時俺にもティファを叫ぶ声が聞こえたよ。ティファの声がライフストリームの意識の海から俺を呼び戻してくれたんだ。約束したもんな。ティファに何かあったら必ず駆けつけるって。ねえクラウド、私たちの声を星たちも聞いててくれると思う？頑張ってる私たちの姿を見ていてくれると思う？さあな。でも誰が見つけていようといまいと、とにかくできることをやるだけさ。自分自身を信じて。ライフストリームの中でティファにそう教えられたよ。うん、そうだね。なあティファ、俺ティファに話したいことがたくさんあったんだ。でも今こうして二人でいると、本当は何を話したかったのか。クラウド、思いを伝えられるのは言葉だけじゃないよ。ティパ、寝てる？だよ。もうすぐ夜明けだな。ごめん、起こしちゃったか？もうすぐ夜が明けるよって言った。おはようクラウド。もう少しだけこのままでいさせて。二度と来ないこの日のために、せめて今だけ。ああ、いいよ。これは俺たち二人が許された最後の時間かもしれないから。そろそろ時間だ。でもまだいいんだよティファ。昨日ティファも言ったろ、少なくとも俺たちは一人ぼっちで行かなきゃならないってわけじゃない。うん、そうだね。よし、それじゃあ行こうか。血糖値別に中身だけ抜けられじゃないの。離れたらいいだけじゃない。血糖値自体はそこにおって大丈夫じゃないの。血糖値もおじ帰ったみたいになってるけど。二人きりだと
飛行艇も広すぎるね。やっぱりちょっとだけ寂しいな。心配するな、大丈夫だ。俺がみんなの分も大騒ぎしてやる。それにパイロットは俺だ。今までみたいに安心して乗ってられないからな。寂しがってる暇なんてないぞ、きっと。おいおいおい、あれ？さあ、動き出した。もうみんなおる。あ、じゃあ助っ人死ねてるな。バレット、シド。おう、もういいのか。レッツサーティーン、どうして声をかけてくれなかったの。だってね、シドなあ、レッツサーティーン邪魔しちゃ、後で何言われるかわかんねえもんな。頭抱えてる。恥ずかしい。穴があったら入りない。かわいい。ビーセント、はい。なんだその驚いた顔は。私が来てはいけなかったのか。いつも冷めてるから関係ないって顔してたの。冷めて。私はそういう性格なのだ。悪かったな。帰ってきたみてえだな。シンナの部長さんがよ。おはよう。来た。僕も本体で来よう思ったんですけど、いろいろやらなあかんことがあって、ほんでミッドガルの人たちですけど、一応避難してもらってますのや。まずいけど、この作り物ボディで頑張らせてもらいます。器用よな、ヘッドシーとさ、シンラで何いや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 やってるんだよ。めっちゃ器用じゃない。さて、全員揃ったな。ユフィちゃんは。ユフィいないよ。あいつは来ねえだろ、きっと。でもよ、俺たちのマテリアを盗んでいかなかった、それだけでもよかったんじゃねえか。おた、ひどいなぁ。粉酔いに負けないでここまで来たんだよ。最後の最後に抜けちゃって、美味しいとこ全部持ってかれるなんて絶対嫌だからね。帰りゆき。おろー、クラウドが優しいね。なんかあった。まあいいか。じゃあ私は通路の指定席で待機。みんなありがとう。お前のために戻ってきたわけじゃねえ。俺の大切なマリンのため、それと同じぐらい大切な俺の気持ちってのか。俺はよ、今ここにはいねえ。どういうこと。ここにはいないけど、オイラたちにチャンスを残してくれた。このままってわけにはいかねえよな。あ、エアリスか。エアリス、最後に微笑んだんだ。その笑顔、俺たちが何とかしないと張り付いたまま動かない。みんなで行こう。エアリスの星に届いたはずなのに、邪魔されて身動きができないでいる。エアリスの思い解き放つんだ。気が変わったやつはいねえよな。頼む、シド。へへ。ここにずっと気になったレバーが2つあるんだが、ちょっと試させてくれよな。いいよ。
じゃ、なんだ。クラウドさんよ、一丁決めてくれ。俺たちの最後の戦いだ。目標は北の大空洞、敵はセフィロス。行くぜ、みんな。大空洞だな。セフィロス、待ってろよ。おう、突っ込むぜ。どうしたシド。あの、コントロールができねえ。すげえエネルギーだ。みんな帰りだ。なんでてめえら、実家に帰れって言ったじゃねえか。そうです、ここが僕たちの家です。ええやつらやな。カッコつけやがって、めっちゃいいやつらやな。よかったぜ、おめえら、俺さんもしっかり抑えてやがれ。いっぜー。そっか、エネルギーが集中してるから動かしにくい。お、ディスク2が終了しました。死にがらまでディスクフォルダーを開けないでください。このままゲームの状態をメモリーカードにセーブしますか。はい、ディスク2がとうとう終了してしまった。ここで終わりか。